はいどうも、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況始めていくんですけども、使っていくデッキはアリーナ。デッキの中身がこちら、普通のね、床アリーナに見えるんですけども、1枚ね、こんなカード入んのっていうカードがあると思うんですけど、こちらラビエル。はい。で、なんでこいつを入れ始めたかっていうと、基本的には、テリーに、すごい不利を持ってますよね。なので神をラビエルで復活させるっていう動きもできるし、まあもちろんね、マイを復活させるっていう動きもできるし、ハッサンで相手の盤面を除去するために、まあ遅延行為ですね、マイのために盤面を開けるためにハッサンを複製するっていう動きもできるので、ラビエルが入ってるだけで結構ね、戦力の幅が広がります。はい。もちろんテリーに対してはもう神ですよ。うん、まあさっきも言ったけど、神をもう一回繰り返し使うことで相手の奇跡の剣を2本とも奪うことができると。うん、それでまあ、神を入れてる以上にテリーと戦えるようになりますよね。うん、で相手が非常に遅い魔術師ミニアとかの場合だと、結構もう早い段階でマイユ使ってあげてラビエルで複製してさらに追い打ちをかけるっていう動きもできるので、結構ね、ラビエル1枚ピン刺ししておくと、いろんなところで戦えます。うん、ランクマッチ結構ね、いろんなデッキいるので、非常にね、強力な動きを作り出すことができるんじゃないかなと思います。はい。それではこちらでランクマッチ回っていくんですけど、よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter の方概要欄にリンク貼ってるんで、よろしければフォローぜひともよろしくお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手ピサロですね。やっていきましょう。先行取ってますね。何ピサロかな。ちょっとアグロと見ていいですか。勝手にしとけよって。ちょっとアグロと見ていいですかね。勝手にしろよって感じなのでしょうけど、火炎無化でキープで行かせていただきます。はい、アグロです。よし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 、締め締め、ターンしよう。さあ、おピサロナイト展開しないんか。厄介やな、それはそれで厄介、めちゃめちゃ厄介。投稿打ちがね、綺麗に刺さんないんですよ。綺麗に刺さらない。こりゃ厄介だな。まあ、死の奴隷で前におびき出して床配置して、まあ火炎無化でいつでもいけるよっていう状態にしときましょうか。何にするか。まあアグロピサロとアリーナはもう断然ピサロの方が有利だと思います。僕はワタボを、さあテンションスキルピサロナイト展開。処理すんの。うわマジか、お前お前優しいやつめ。これでかすぎでしょ。これさすがにでかいな。なんか申し訳ないな。ありがとうございます。火炎無化でレッツゴー。オッケー、初手でキープした火炎無化でがバチコリと刺さっていくぞ。ナイス全滅。手札もいい感じに5枚と6枚以下に抑えていく。 そして手札には瞑想。いいですね。相手結構処理してくれますね。ありがたいな。いやー、ここではぐれメタル1枚はさすがに弱いぞ。さあ、ここは闘魂打ちからテンション回していきましょうかね。はい、テンション回したい回したい。テンション回していく。でまあその気になればキメラハリセンモグラと2枚切れるんで全然構わないと思います。さあハリセンモグラ、キメラと、ほい、ダウンしろ。ユニット出していきますもん、これは。ハリセンモグラで遊んでるわけでございません。何にするか。しっかりと勝つため、しかも赤リリスプラス飛び切りもセットである。これはもろたでしょう。いやー、ここで処理してくれたマジででかいな。マジででかい。思いっきり来
さあゲマと泣きのゲマですね。結構テンポロス、瞑想2枚目地獄を見してやる。切り裂きピエロ。さあストレートパンチ、フェイス、フェイス、手札が6枚か。テンションアップの瞑想積んどっか。はい、ターン終了。まあ一応6枚以下にしておきましょう。まあ福袋とかでねカードドローさせられたらもうそれまでなんですけども、まあここはケアしとくのが正解なんちゃうかなと思います。さあ盤面は結構強いぞ、モーモン。これもハリセンモグラぶつけて赤リリスで飛び切り使って展開して、もう一気にフェイス削って相手をちょっと焦らしていこうかなと思います。さあ毒矢頭巾、メラゴーストでしっかり処理していくと。なるほどね、まあまあまあこれはいいでしょう、別に全然構わないですよ。さあカード引いていきましょう。3点ダメージか、まあ全然いいですね、全然 OK。 赤リリス召喚、飛び蹴りと、ヘイヘイヘイ、これはもろたかな、セイよいしょと、セイとセイとセイセイと、処理処理、ストパンで処理、ストパンで処理、うん、こここう取って、いやこれはこう取るか、うん、こう取って4点2点、テンションアップでターン終了かな。はい、どうでしょう。いやウォール貼っとくべきやったかな、切り裂きで処理しとくべきやったか。さあモーモン展開、テンションアップ、ピサロナイト、まだ瞑想もう1枚積んでますから抜かりはない。ゴンズ刺さんないでいく、 2-4OK。 これ切り裂きピエロ体力マックスで残しといて正解でしたね、残りますね、おいしい甘よ、安らかにな。どの兵隊、フェイスフェイスフェイス、回すか、いや回す必要ないな、眉で終わりやもんな。瞑想積んで地獄を見していくと、ターンしろ、残り6点、眉は12点、勝ちかな。さあどうする、ゴンズか、ダックカイト滑るだけ、3-4でしっかり残していく。さあ、ああ動く動くゲマ、悲しい、悲しすぎる。はい、これも盤面だけでリーサルですね。対戦ありがとうございました。ほいほいと OK、 対戦ありがとうございました。いや火炎無火でキープしたの良かったですね、読みがあった OK。テリーですね、テリーかフリマッチですね、フリマッチ、これは神を全力で引きに行こうか、神、まあまあ1ターン目から動けるんでよしとするか。テンションアップの方が強いか、はい、まあ先に吐かしてもよかったけど、まあほぼ確実にこんだけアリーナがおる状況やったら奇跡テリーでしょう。ほい飛び切りナイス、ターン終了。俺のターンだ。でこれズッキーニャ出してテンションスキル使わへんみたいな、そういうぬるいことをやってきたら投稿のうちでしっかりテンション回していきます。これテンション使うか、使うね、オッケーオッケー。ならこれシノドで展開していきましょう。さあしっかり奇跡を手に入れましたね、塔の兵隊。ほいダウンしろ、張っていきましょう、どんどんね、見せてやるぜ。さあできればラビエルが欲しいんですけど。さあデザートランナーマジか、アグロタイプかこれ、そっち系か、そっち系男子か、なるほど。ベビーパンサー、これはベビーパンサー闘魂打ち、死の奴隷で処理っていう動きでいこうかな。まずはテンション回してと、まあストレートパンチ引ければでかいですね。
ヘビーパンサー、ストレートパンチ引いていく。じゃあストレートパンチにしよう。ほいほい。唐の兵隊、はい、ターン終了。相手の陣地に張っていきます。俺のターン。さあ、まあそろそろ奇跡持ってくるんちゃうかなっていう気はしますね。覚悟しておけ。覚悟しておけよ。まあそうですよね。はい、ただ結構テンポロスなんで、どうかな、いけそうかな。ネクロバルサが、あ、ラビエルいいね。ただ何も死んでいないと絶望ですね。ほいほい。ターン終了。まあ、テリー戦だと神をラビエルで複製っていう動きもできるんで、結構ね、ほんまに戦いの幅がね、めちゃめちゃ広がるんですよね。広がる。はい、しっかり除去していく。神がこのタイミングできたらマジで強いと思うんやけど、ネクロバルサが展開できないんでね。回し蹴りダメみたい。まあここは闘魂打ちでテンション回して4コス残した状態でテンションスキル回していきます。でまあこうすることによって神も出せると、引いた場合ね。ガンガン回していきますよ、デッキを。何アデュー、アバよ、元気でな。俺の番だな。見せてやる、とっておきをな。とっておきのな。もうこれでラビエルで罪ですね、多分。奇跡いただき、こうなったらもうこっちのもんですわ。マイユがあんまり溜まってないけど、まあ、相手のね、心臓ともいえる奇跡、これを奪えたんでもう勝ちでしょう。ギガスラッシュ、さあもう一本持ってこい。そして神を除去しろ。そうすることでラビエルが発揮できる。これ奇跡持って殴り始めるか奇跡持って殴るか。覚悟しなさい。覚悟しなさい。ほい、あれ、ほいほいと。ターン終了。どうでしょうかね。結構苦しいんじゃない。覚悟しておオッケー、きた神処理でしょう、さすがに。さあサンディ、はい、そしてここで神が処理されちゃいますけど、ラビエルで神を複製してという地獄のムーブがねできるわけですよ地獄でしょ。ちょっと待てよ。ただ赤リリスで飛び切りで何点出んのこれ。6、7、8、9、10点ぐらい出んの。え、4、6の10。あ、これリーサルか。あ、リーサルっぽいな。うわ、ラビエル使えへんやん。ほい、せい、ほい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 、せい、ほい。あ、リーサルじゃなかった。ちょっと邪魔でしたね。いや、ただこれ聖剣好きで開けて、あ、間違えたなんでそこ開いたの。最悪じゃんこれ、最悪だ。いや、すまん、ごめんなさい。うわー、やらかしたなこれ、やらかした。うわー、わー、ほんとすみません、大変ありがとうございました。うわ、最悪だよクリックが離れちゃったよ。よろしくお願いします。お相手ミニアですね。やっていきましょう。ここを引いていく。さあ、これはマイユさすがに返して、こういう感じでいこうかな。赤リリス、私のターンです。悪くないですね。アグロではないでしょう。マグロやったら闘魂打ちが結構細かい処理に回ってくれるんで、悪くないっちゃ悪くないと思うけど。さあ、カム、ほい、ターンしよう。神は腐りましたね何にしようかしら。まあでも30枚のうち1枚しか腐らんって考えると、やっぱり神は入れとくですね。
テリーに対しても絶対ほぼ勝てる状態にもなるので、うん、悪くないと思います。はい、ターンしろ。味わしてあげる。死の奴隷、いやーいいですね。あー、飛び蹴りも引いている。これはでかいぞ。これはでかいの。テンションアップ。しっかり水晶占い回していくと、相手の陣地にもやっぱりミネアセンダーと貼っておきたいんですよね。ベビーパンサー、方向打ちで処理するか、いやそれとも死の奴隷でいくか。悩むけど闘魂打ちでいいよね。闘魂打ち、はい、テンションアップ。ほいほい、出しろ。スピーディーにねランクマッチをこなしていこう。この3点ずつを、永遠に与えて勝ちます冗談です。冗談っつってもあのバスケットの冗談じゃないですよさあどないする。プリストナイト、あーヘルスが高い、ヘルスが高いですね。うん、無鉄砲、テンションアップでまず回して、死の奴隷でほぼ確定かな。私の技味わわせてあげる。死の奴隷でほぼ確定かな。ほいほいほい、永遠にこれを繰り返し続けてやる。でプリストナイトがここ抜けば、アカリリスを飛び切りで起動すると、で盤面を散らして勝利に導いていく。悪くないんじゃないですか。でも自分の陣地の床はもう十分なんで、この塔の兵隊は相手の陣地にかけてあげましょう。そうすれば魔術師で増やしたとしても、回し切りとか聖剣好きハッサンが刺さってくれるんで悪くないんじゃないですか。銀のタラット引いている。しっかりしっかりと引いている。そしてタロ社長必中魔術師まで打てるっちゃ打てるけど、打つんかな。そんな都合よう手札にあるか。どうかなどうかな。処理と、なかなか読みづらい、なかなか読みづらいですね。なるほど、そんなに強くはないですね。制限好きか、ありがたい。上がりです。これもどんどん眉の打点増やしていきましょう。ほい、パンチ、ほい、パンチ、パンチ、パンチ強え、マジで強え。ほい、パンチ。まあこれ全滅されたところでね、ダークドラムがあるんで、まあ処理されればされても、まあ、全然まだまだ動けるよっていう感じなんですよね。うん、愚者のタロットとつむじかな。4点。え、全部当たんのもしかして何それ。そりゃねえぜ、それはさすがにない。ほい、先ドローでよかったですね。先ドロー後やけど後になってもうたけど、ドローしていく。キメラ、あー、テンポ神かなこれは。はい、あー、資料。さて俺の番だな。まあ3、4も結構辛いと思うんですよね、相手の体力的に。太陽のタロット採用してるならまだまだ戦えると思うんですけど、もう15点なんで、これもどんどん眉の打点稼いで眉で勝つ。さあ未来は私の手の中に。そういうこと。さあ手札8枚。どうすっかね、まだ魔術師来ないか。回し蹴りあたりちょっと引いておきたいんだよな。タロシャ、あ、超必中魔術師かな。魔術師
何を持ってくるんかな何持ってくる、ちょっと怖すぎるな。ただエビルドライブとかやったらハッサンで処理できるんで、暴れ牛鳥これ普通に使えましたね。結構もったいなくない、塔の兵隊に。さあ全除去、うわマーニャ複製かマーニャ複製か、これ外れてくれればめっちゃでかいんやけどな。うわ当たっていくドラゴラム、いやきついわ。6って取れないんだよなマジで、きつい、きつうございます。聖剣好き2枚打つ必要ないでしょう。マーニャ複製か、いやどうしようかなこれ、やることねえな。とりあえずこうして遊ぶか。マユの打点稼ごう、もうこれはマユ引くことを祈ろう。おい遊んでいく。聖剣好きはさすがに打たんでいいよな。いや打っとく、いや打たん、はい、私のターンです。まだ HP はある、ここに5点分の HP も持ってる。またマーニャが来る恐ろしすぎるんやけど、タロシャか。さあなんだ、ジュリアンテか、ジュリアンテはないだろ。マーニャタロットシャットシャッフルを使わない、これはちょっと下振れてほしいんやけどな。そろそろよーし、素晴らしい、これはナイス。さあそしてシルビア、なるほど、回し切り欲しいね。なんならもう眉でもいいけど、不鉄砲で結構稼げるでしょう。こっちの手札そんなに強いとは言えないんで、まあ、ここでテンション回してくれるのもありがたいっちゃありがたいな。それやったらシルビアでテンション回してタロットシャッフル引いて、でマーニャ使った方が強かったと思うけどね。それはちょっともったいない、もったいないんかな。キラグス、これ取られへんかったらマジででかいと思うんやけど、どうよし、しめしめ、でかすぎ、でかすぎる。切り裂きピエロか、まあとりあえずテンション回しましょう。こりゃでけえ、こりゃめでてえな。飛び切り、どうしよっかな。悩ましいな。飛び切りハッサンで、キメラ2枚で落として、俺に任せな、ぶちかますぜ。聖剣好き、ほいほいほいと、オッケー、これでどうでしょう。負けて悔いなし、相当眉溜まってるよ。さて何にしようかしら。何する、ああいう盤面で無鉄砲使えれば一気に眉カウント伸びるんやけど、そんなことはしないですよ。さあまあ複製した2枚は処理できたんで、もう1枚の銀太郎プラス、違う、もう1枚の超必中プラス魔術師がちょっと強いかな、辛いかな。さあ
ジュリアンテが手札にあることは分かってるんですよね。どのタイミングで投げてくるか。悩んでますね。ジュリアンテ投げていく。どっち？バフか？バフかけてこれ取ってくるって感じ。お出してから悩む出してから悩むんか。なるほど。まあ無鉄砲して聖剣好き打っちゃうか。これ次は絶対に勝つ。次は絶対に勝つ。眉何点だろう。楽しみ。切り裂きピエロ、ほい、精神統一。1,2,3 コストあれば十分なんで、もうちょっと先ドローしましょう。回し切り、ハリセンモグラ、無鉄砲、もうしっかり稼いで、ほいと、あ、しろ。いやー、あと眉引くだけやぞ、マジで。よろしく頼むぞ。瞑想で延命はできるから、頼む頼む、マジで。相手のね、つむじ風もね、相当いい打点になってるんでね、2枚残ってるもんな。つらいぞ。2枚残ってる。銀のタロット超必中来るかな。これタロットシャッフル打ちたいユニットやもんな。これ超必中。あー、タロットシャッフルか。さあ何を複製するか。非常に恐ろしい緊張感に包まれております。魔術師のタロット。ただここをやり遂げればチャンスはある。エビリドライブとかちょっと辛いか。回し切りじゃ取れないもんね。さあ何でしょうか。あまりよしとり、それそれなんかじわじわくるな、ほんまにすごいじわじわくる。えフェイス、え、なんやなんやなんや、怖いねんけど。これつむじ風複製か、つむじ複製か。うわ瞑想打ちて、うわつむじ複製っぽいなこれ。じゃあこれはしっかりと瞑想積みたいですね。ほい精神統一。ほい、あーつむじ複製っぽいな。処理してテンションアップ。ベビーパンサー瞑想と、でちょっと格闘パンサーは出さんでおくか。18点19点、まだ死なんと思うけどな。死ぬんかな、どうなんやろう。火炎無化で、いや出しとく、これ出しといた方が強い。ジャガーメイジ踏むのとつむじ風踏むのどっちが痛いかな。どっちにしろグシャージャガメかつむじで処理されるから、ちょっと格闘パンサーで精神統一いくの頼むか。ソファンか。いやーつむじ風がマジで怖い、これマジで怖い。残りデッキ9枚になんか溜まっとるな、欲しいカードが。瞑想と眉が欲しいんやけど。審判のタロット引き切っているってことはつむじつむじぐしゃぐしゃみたいな感じ。いやつむじつむじつむじぐしゃって感じかな。そんな気がするぞ。イエローシックルまだいける？まだいける？つむじはもちろん2枚入ってるから複製したとなればもうこの盤面で勝つとなれば、てか出してこへんかったもんね。絶対につむじなんですよ。なんでぐしゃつむじつむじつむじその可能性しかないよ。つむじ風3枚、怖すぎ怖すぎ。いや引かねえ、マジで引かねえ。なんで、いやーこれまずいぞ、マジでマジでまずい。もちろん使ってテンションアップ。はい、はい、いや何を待ってんのやろな。愚者使ったらどっちにしろ HP1 になるから、何を待ってるんや。まだリーサルないんか、もしかして。
この牢に遅れを取るな。この牢に遅れを取るなよ。これはもうラストチャンスですね。僕ハリセンモグラぶつけてテンション回して残り9コストで、そこで眉を引けないとちょっと負けですね多分。だからあと2ドロー分ちょチャンスはあるといった感じでしょうか。さあどんどんテンション回していく。あーそこに当たっていく、ありがたい。これはつむじ風打つしかないんじゃない。ジャガーメイジプルプルプルンと、いやーこれは眉を引くしかないわ。でつむじかな、8点、3番24。うわ負けやんこれ、うわ負けやんこれ。つむじでしょだって、つむじつむじやろだって。あらジャガーメージ2枚か、あれれつむじ風1枚切ったっけ。覚えてねえな。まだ前そう。私の技味わわせてあげる。おい、あーナイスナイスやけどちょっとちゃうんよな。瞑想、おいおいおいと、はい、ナイス瞑想。ただ眉でもう終わりやってんけどな。眉でしまいやったのにな。ここの火炎無化で強いですね。さあお互い自利品です。残りデッキ、ね、6枚の中に僕のリーサルウェポンが眠っていると。あー悲しいな。まずテンション回してカード取ろうかな。さすがに回復は積んでこないでしょう。さあ未来は私の手の中に。いやクソ長えなこの試合。審判のタロット、まあもちろんカード引いていく。何がを狙ってるんでしょうね。さあエビルドライブどっち、攻撃力3か、カード1枚引くか。何が欲しいんやろな一体。エビルドライブ、いやつわつお、あそいつは、なるほどそいつはそっちと。切り裂いて9点、さっき打ってれば勝ちちゃったんじゃない。引かないと負けですね。あ前引いちゃった、何点。27点勝ちですね。はい対戦ありがとうございました。まあ引くよこんだけ引いたら。眉27点対戦ありがとうございました。強すぎる、あばよ。私の予言を覆す。はい皆さんお疲れ様でした。今回ですね、背中にフィットということで、ラビエルを採用した眉アリーナ、床アリーナですね、使ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ実際ラビエルが活躍するとこっていうのはまあお見せすることはできなかったんですけども、まあ2戦目のテリーとかですよね。うん、神を出して、手札にもラビエルが見えてる状態っていう、まあまあ上がり率でのリーサルをちょっと逃しちゃったんですけど本当にね、あれは本当に申し訳ないなと思ってるんですけど、うん、リスがなくともラビエルで2本目の奇跡を奪うことで、勝つことができる。うん、なので結構本当に戦略の幅がぐーんと伸びてくるのかなと思うので、まあなんなら楽しいんですよねラビエルが入ってることで。眉をもう一回使ってやろうっていう目標を持ってランクマッチ回ってみたりとか、神をもう一回使って奇跡の剣2本とも奪い取ってやろうとかね、結構ねいろんな使い方ができるんで、まあ、よろしければこちらフリーマッチランクマッチで使ってみてはいかがでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いします。ツイッターの方、概要欄にリンク貼ってるんで、よろしければフォロー、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、ゆきドラゴンクエストライフを、バイバイ。